私はお父様のところへ行ってきます。源氏は急ぎ警察へ連絡を。かしこまりました。私も一緒させていただいていいかしら、夏姫さん。クラウス兄さんがいなくなった以上、お父様の補佐は私の仕事だもの。その私が夏姫姉さんに任せっきりでここでくつろいでいるわけにはいかないわ。お好きになさるといいでしょう。奥様。夏姫姉さんならお父さんのところへ行ったで。すぐ戻ってくるやろ。どないしたんや、熊沢さん。それが食堂に血が、血が。なんやって食堂。朝食の準備に食堂に配膳に行ったら、ここにも血だまりがあるよ。これは一体。だいぶ時間が経っているように見えますが、おそらく昨夜ここで殺されたんだと見ていいでしょう。そういうことになるんやろな。わしらは昨夜ずっと食堂で話し合いをしとった。そしてここに何者かが押し入ったに違いない。父さんたちが打ち合わせを抜けて休んだのは何時だっけ。昨夜の24時を少し過ぎたくらいの頃や。だからその後にと考えるが妥当やろな。マジかよ、勘弁してくれよ。お嬢様、しっかり。これはもう、さっきの倉庫でこの世の地獄ってやつを拝んじまったから、今更このくらいじゃ答えねえぜ。そうかよ、よかったな。私は頭がどうにかなっちまいそうだぜ。ここは食堂だぜ。私が毎日ここで食事をして、学校のことをぼやいたり、宿題のことをぼやいたり、親父の学校の成績の話をされたり、そういうところなんだぜ。お嬢様、これ以上ここにいるのはよくありません。客前へ戻りましょう。俺の同感さ。秀吉おじさん、この部屋は多分警察にとって重要な意味があると思います。俺たちが踏み荒らしちまうのはまずいんじゃないですか。バトラさんの言う通りですが、この部屋にこれ以上好んで居続けることはありますまい。
うん、わしも同感や。この部屋には犯人の痕跡が残ってるかもわからんしな。素人のわしらがかき回すべきとちゃうで。はよ出るんや。はよはよ。お、源氏さん、警察に連絡はつきましたか？それが申し訳ございません。無線機の故障か、それ以外の理由によるものか分かりませんが。なんや、警察に連絡がつかんのか。電話も無線もどっちもダメなんか。申し訳ございません。月曜の朝に船が来ることになっていますので、その船の通信機を借りることができると思います。この島には船はないんか。新島の警察署までちょっくら行ってくることはできんのか。秀吉さん、この天気では無理だ。少なくとも台風が通り過ぎるまではどうにもなりません。クラウス様のボートは今修理中で島にございません。ですので月曜の船を待つほかないかと。そんなアホな話があるか。6人も死んだやで。そして電話も無線も通じず船もない。台風が過ぎて船が来るまで、つまり明日の朝までわしらは警察にも連絡できずこの島におれっちゅうことなんか。ってことはつまり俺たちだけじゃなく、おじさんたちを殺した犯人もこの島から出られず足止めってことだな。そういうことになるね。みんなを殺した犯人はまだこの島にいる。親父たちを殺した奴はこの島から逃げ出せずまだ潜んでやがるってことかよ。クソ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 、見つけ出してやるぜ。警察になんか引き渡すもんか。私がこの手でやっつけにしてやる。ジェシカお姉ちゃん、誰か死んじゃったの？死んじまったぜ、みんなみんな。私の親父もパトラの父さんと母さんも高田さんもシャノンも、そしてマリアの母さんも。よすんだジェシカちゃん、悲しいのは君だけじゃない。マリアさん、ショックだろうが聞いてください。あなたのお母さんがな、死んでしまいました。ママが死んじゃった？ああ、誰かに殺されちまった。悲しいだろうがよ、心をしっかり。何人死んじゃった？6人だぜ、6人だ。くそくそくそ、あんな残酷なことしやがって。ほどってもんがあるだろうがよ、人間ならよ。誰だか知らねえが、犯人は人間じゃねえぜ。血の色が赤いわけがねえ。うん、犯人は人間じゃない。鍵が選んだ生贄なだけ。え、おい、
マリア、今、なんて言った？無線でも連絡できない？こんな時に使えなくて、何のための防災無線ですか？申し訳ございません。毎年、保守点検はさせているはずなのですが。ほら、光をチカチカさせるみたいな船舶信号ってあるじゃない？そういうので向こうの島に連絡することはできないのかしら？そのような設備はございません。申し訳ございません。なぜ朝食をこちらに？ああ、夏希さん、それは後で話す。それよりエヴァ、お父さんはどうなんや？ご一緒でないところを見ると、このような事態になっても部屋から出ませんか？いないわ。部屋は空っぽだったのよ。なんやて？こんな時にどこ行ったんや？親方様が書斎を出られたというのですか？そうです。私も驚いています。いつの間に部屋を出たのやら。あなたたちに心当たりはないのですか？僕たちにも見当がつきません。ご存知の通り、親方様はあの書斎の中にお休みの場所からご府上まで全てを設けさせました。親方様があの部屋をお出になることなど、よっぽどのことがないかと考えられません。となると、なんや、そのよっぽどのことがあったって考えるのが自然だっちゅうことになるんか？まだそうと決まったわけではありません。とにかく気まぐれな方ですから、現状をご存知なくお一人で散歩をされている可能性もあります。仮にそうだとしたら、一刻も早く現状をお知らせしてご指示を仰がねばなりません。そうね、考えたくはないけど、お父様の身に何かあったのかもしれないしね。そのような不吉なことは考えたくもありません。
私たちはお屋敷の戸締まりを確認してきます。お父様も念入りに探さなければなります。子供たちはこの部屋を出ないように。エヴァさんと秀吉さんは申し訳ありませんが、ここで子供たちと一緒にいてください。南條先生もお願いいたします。わかりました。ここでお待ちしています。みんなで仲良くテレビでも見て待ってよな。しかし日曜日の午前中はろくな番組やっとらへんな。ろくな番組見る見る。そうか、マリアちゃんはテレビ見るか。じゃあおじさんと一緒に見ような。兄貴、聞いていいか。なんだい。さっき倉庫で兄貴はシャノンちゃんの指輪の話をしたよな。あれ送ったのは兄貴か。よせよパトラ、少しは察しろよ。だな、悪いことを聞いたぜ。そうさ、僕だよ。彼女に昨夜求婚したんだ。その時指輪を渡した。明日になったらそれを好きな指にはめて返事としてくれって刻ったらしいことを言ってね。シャドウに相談を受けてたぜ。超人兄さんのことでさ。なんて言ってたのかな。シャドウは嘘をつくのが下手だったからよ。超人兄さんのことを言ってるのはすぐにバレバレでさ。自分は使用人の身分だけど親しくしてもいいのだろうかとか、男の人の好きそうなものは何かとか、どういう服を着たら喜ぶかとか、そんなことをいろいろとさ、なんつうのか、そのまあ焼けたぜ。それが婚約指輪を渡されて、そこでおしまいかよ。時間は人それぞれだけどよ、男から求婚されるってのはある意味人生の到達点なんだと思うんだよ。だからきっと昨夜のシャノンは心の底から、いや生まれてから今までの中で一番幸せだったと思うぜ。シャノンは昨夜ゲストハウスの当番だったらしいんだ。でもシャノンは僕と一緒にゲストハウスに帰るのを恥ずかしがってお屋敷に行ってしまった。シャノンの気持ちを察しろよ。婚約指輪をもらえばどんなに予告されてたって普通は舞い上がっちまって頭は真っ白になっちまうぜ。気恥ずかしくて仕方なかったんだろうよ。それでシャノンは当番でないはずのお屋敷へ行き、事件に巻き込まれてしまった。僕があの日あの場所で指輪なんか渡さなければ、シャノンはさよは事件に巻き込まれなかったんだ。兄貴、それだけは違うぜ。
断じて違う。だからそれ以上泣くんじゃねえ。バトラー君、そっとしてあげなさい。バトラー君は強いわね。もうだいぶしっかりしているように見えるわよ。まあそのほら、愛の深さが傷の深さじゃないですか。俺は別にあんなクソ親父同士の方が知ったことじゃないし、キリエさんは気の毒ですが、まあ本当の親ってわけじゃないですしね。あら、という割にはさっきすっごく大泣きしてたわよ。まあ育ての親に対する恩はあのくらい泣けば OK かと思いまして。そのあたりの切り替えの速さやドライなあたりは本当にルドルフ譲りね。あの子は昔から激しく喜んだり悲しんだり怒ったりしたけれど、すぐにケロリと平静を取り戻したわ。そんなことはないっすよ。俺だってまだまだ心のショックから立ち直れちゃいません。ただ俺がみんなと違うのは、それによってどういう感情が生み出されるかってことだと思います。どういうこと？悲しいっていうよりは腹立たしいって気持ちなんすよ。どこのドイツがこんなことをしやがったのか。ひよこっつらに一発お見舞いしてやらないことには腹の虫が収まらねえんです。親父たちが殺されて以降、この島は台風に包まれたままです。つまりこれだけの上等を決めてくれやがった野郎はまだこの島の中にいるってことです。そういうことになるわね。今も暗い森のどこかに身を潜めているのかしら。エヴァおばさん、この殺人、昨夜のベアトリーチェの手紙と何か関連があるんでしょうか。例の？さあどうかしらね。あの手紙はお父様が遺産問題に絡みたくて出した怪文書という見方で兄弟は一致したんだけれども、それと今朝の事件に関係があるかは今の段階では分かりかねるわね。あの手紙、本当にベアトリーチなんて魔女がマリアに渡したんすかね。まさか。全部お父様の仕組んだ茶番でしょ。シャノンちゃんあたりに肖像画のドレスを着させてマリアちゃんを騙したんでしょ。お父様らしい手の込みすぎたいたずらだと思うけど。昨夜キリエさんとベアトリーチェは実在するんだろうかって話をしたんですけど、キリエさんも俺たち18人の中にベアトリーチェがいるだろうと言ってましたね。そんなの当然じゃない。この島には私たちしかいないのよ。なら私たちの中の誰かがベアトリーチェを語ったに決まってるじゃない。この島には俺たち以外はいないすか。当然でしょ。私たち以外の誰がここにいるっていうの。この島には私たちしかいない、18人しかいない。ならベアトリーチェを語るのも18人の中の誰かしかいないじゃない。
19人目がいないなら、親父たちを殺した犯人も18人の中にいるってことになっちまうじゃないですか。つまり今この屋敷にいる誰かが殺したってことになる。犯人は倉庫の中に6人の遺体を運び込んだわ。でもよく倉庫の中に運び込めたわよね。あのシャッターは常に閉められていて施錠されていたそうよ。つまり倉庫内に運び込むにはシャッターの施錠を開ける必要があった。わかる？たまたまその日シャッターが開けっぱなしになってた可能性は？使用人たちは常に閉めていると言ってたわ。つまり鍵を使用人室から持ち出さなくては倉庫は絶対に開けられない。鍵は使用人室の一つしかないんすかね？源氏さんはそうだと言ってるわ。ということは犯人はそのたった一つの倉庫の鍵のありかを知っていて持ち出した。さっきカノン君が使用人室に鍵を戻すところを見たわ。壁にびっしりと鍵がかけられていて、とても素人にはどこに何がかけてあるのかわからなかった。犯人はその中から倉庫の鍵を見事選び出した。しかも札も何もついていない鍵を手にしてバラ庭園裏にある倉庫の鍵だと理解した。ついでに言うと倉庫の場所すら理解していた。もっとはっきり断言する、犯人は使用人室の内部にも熟知している。ってことは使用人の誰かが犯人。悪いけどそれ以上はおばさんも言えないわよ。でも一つだけ教えられることがあるわ。なんすか？犯人、犯人たちは複数で、そして十分な武装をしていたと考えられる。だってそうでしょ、食堂にいた兄さんたち4人を一度に襲って殺し、合計6人分の遺体をようやく新庭園の向こうの倉庫まで運んで、悪趣味な化粧と落書きを施して、これだけのことを単独犯で行えるはずもないでしょう。ってことはエヴァおばさんは使用人の人たちがみんなグルだろうって言ってんすか？静かになさいな、憶測で言っちゃ悪いわよ。それにもし本当にそうだったらどうするつもり？彼らは私たちを生かして返さないでしょうね。しかも兄さんたち4人をやすやすと殺した相手なのよ。今この部屋に残っていてまともに戦えそうな人間はうちの家族の3人にせいぜいバトラ君で4人ってところ。状況は昨晩と何も変わらない。つまり犯人にとって残る私たちを皆殺しにするなんて簡単なことなのよ。
くまでも可能性の問題よ。でも私は使用人の人たちをまだ信用できないの。それに私は使用人だけを疑ってるわけじゃない。さらに黒幕がいるかもしれないと思ってるわよ。黒幕？うん、どうしてですか？官僚、使用人は書いて字のごとし、誰かに使用されて手足となる存在。殺されたのは後宮家の親族ばかりなら、その結果で利害が発生する人間が関わるのは当然。気に入らないって何の話？あ、いやいや、こっちの話っす。
バトラ君が何を考えてるか、おばさんわかるわよ。わ？嫌だな。内緒にしててくださいよ。あんなことやこんなことで頭をいっぱいにしてたなんて。私がこの殺人で一番得をする。どうせ疑われるだろうから、先に自己申告しておくわ。遺産は兄弟の数で分割する。でも今や4兄弟は私一人。後ろ宮家の全財産は全て私のものになるの。秀吉おじさんが聞いたら、予算か言えばシャレにならんっていうところっすね。ごめんね。どう取り繕ったってどうせ疑われるだろうから、ふざけただけよ。だからこの殺人は私の立場から見れば、私を疑わせるためのものではないかと思ってるの。困ったことに昨夜のアリバイは弱いわ。聞かせてもらってもいいすか、昨夜のことを。バトラ君たちも知っている通り、兄弟が遺産をどう食いちぎり合うかという話し合いは深夜まで続いたわ。でも何時まで続いたかは知らない。私と主人は朝が早かったからね。もう眠くて眠くて24時を過ぎたあたりで抜けさせてもらったの。そしてゲストハウスに戻って休んだわ。それを秀吉おじさん以外の誰かに証明できるっすか。いやいや、別にエヴァおばさんを疑ってるわけじゃないっすよ。あら、どうだか。証明になるかわからないけれど、ゲストハウスに戻ってきた時、源氏さんに出迎えを受けてタオルはいるかと聞かれたわ。だから私たちがゲストハウスに戻ってきた時間は24時過ぎだと証明してくれると思うわよ。もっとも、私の仮説通り使用人たちもグルなのだとしたら、こんなのアリバイにならないけどね。確かにそうっすね。ってことは俺今真犯人と推理ごっこをしてるってことになるんすか。でも私の名誉のために言わせてもらうけど、遺産目当てだったならこんな変な殺人はしないわよ。だって遺産相続権を喪失させるだけなら、どんな死に方だって構わない。むしろ事故死に見せかけた方がスマートでしょ。使用人たちを抱き込んで周到に計画していたなら、なおさらそうするでしょうよ。確かにそうっすね。営利で人を殺すなら、それは常に殺人に見せるべきではない。そういうことよ。だからおばさんは今からとてもブルーな気持ちなわけ。警察には黒幕扱いされて散々調べられるでしょうね。やだやだ。多分こんな感じだったと思うで。十字架をアレンジしたみたいなマークが書かれとったんや。そしてこんな感じで外周の円を取り囲むように
妙な文字がびっしり書き込まれていて、十字架の上下左右の辺とその四隅にも何か書かれていたんや。アルファベットとかそういうのとちゃうで。あれはよく言う古代文字とかいうやつや。あと演習部の頂点に小さなマークがありましたな。小さな丸を5つ十字状に並べ、それぞれを直線で結んだようなマークでした。ああ、確かにそんなのも書いてあったで。うん、図形的には間違いなくこれや。細かい文字はわからんが、配列はほぼ同じや。こんなわけのわかんねえもんを書きたがるのは、じい様だけだろ。まったく、どこに行っちまったんだ。とっ捕まえて意味を聞き出してやりたいぜ。こんな図形に何か心当たりはあるかい？僕の第一印象ではどこか外国の十字章に似たデザインだなって思ったかな。ああ、確かにこんなデザインや。ということはそのどこぞの国と何か関係があるんか？その国の十字章はもともと聖地巡礼者を守るための騎士修道士たちの紋章だったそうですな。つまりこの魔法陣には宗教的な意味があるってことかよ。ますますにちんぷんかんぷんだぜ。これは太陽の七の魔法陣だよ。書かれてる文字はヘブライ語。貸して。ああ。で、こんな図形だったんじゃないかな。そんな図形だった。天地と左右に書かれているのは風火水土を司る天使たちの名。火山、アレル、タリアハド、そしてフォルラ。そして斜め四方には四代の統治者たちの名。アリエル、セラフ、タルシス、ケル。合ってる？
間違いない。そうや、確かにこんな文字が書かれとった。なんでこんなん書けるんや。あと演習文に文字が書かれておりました。わかってるよこうでしょ。旧約聖書の詩編第116編の16節と17節だよ。聖書くらい読んでなきゃ。すごいね。驚いたよ。それでこの魔法陣にはどんな意味があるんだい？太陽の力を借りる魔法陣だよ。黄金で描き、御符にして身につけたる者はいかなる牢獄であろうとも束縛から逃れ、自由を得られる力を授けられる。束縛から逃れ、自由を得られる。意味深だぜ。この束縛という意味は、何も肉体的なものだけを指さないと解釈されている。だから縛られて牢屋にいる人ばかりに意味があるわけじゃないよ。しがらみや逃れぬ運命など、精神的な束縛からの解放も意味してるんだよ。しがらみや逃れぬ運命か。これまた意味深だな。しかしさっぱりわからん。それとあの6人の遺体とどんな関係があるっちゅうんや。束縛からの解放どころか、殺された上に倉庫に閉じ込められてたんやで。別にその6人のために魔法陣が描かれてるわけじゃないね。魔法陣のために6人はそこにいるんでしょ。お気の毒だよどういう意味だい？魔法陣のために6人がいるってのは一体。それは演習部に書いてるよ。読めないかな。詩編第116編16節と17節、読んであげるよ。主は私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼ぶでしょうね。ねって何を言ってるのかさっぱりだぜ。生贄だって。
なあバトラ、どうして悪魔だのオカルトだのってのをわざわざこうして映画にすると思う？ねえからだよ。そんな滑稽なもんは地球のどこにもねえのさ。ねえからわざわざ見たくて作るんだよ。だから俺はオカルト映画なんてちゃんちゃらおかしくて笑っちまうってんだ。俺に言わせりゃ悪魔やら妖怪やらより今年度の収支報告や機嫌を悪くした女房の方が1億倍も怖えってもんだぜ。さらに言うぜ、俺に言わせりゃな、怖がるってのは心と生活にゆとりのある連中の娯楽的感情なのさ。暇で暇でしょうがないから連中は変わった感情で心を遊ばせたくて悪魔だのオカルトだのって文化を作り出したんだよ。チェスや将棋ってね、終盤の終盤、爪の最後の段階に入れば入るほど最善手は限られてくるのよ。だから自分が追い詰めている、あるいは追い詰められているというその時、両者の手は限りなく読みやすくなるのよ。つまり完全に追い詰められて打つ手なしって思ったその時こそ最も読みやすい瞬間なのよ。でも主勢に立った人間はどうしても考えが固くなって相手の手を読むことにまで考えが至らない。そういう時はね、チェス盤をひっくり返すの。
驚かせてしまいましたね。万が一に備えて持ってきたものです。それは金蔵さんの銃ですな。ご存知でしたか。そうです、お父様の古いコレクションの中にあったことを思い出し探し出してきました。ヒュー、すっげえ。夏日おばさん、それ本物なんすか。ええ、本物です。実弾を発砲できますよ。昔お父様は野鳥を追い払うのに使ったりしていました。あら懐かしい、どこから出てきたんやら。私がいくら触らせてって言っても指一本触れさせてくれなかったやつよ。へえ、じい様こんなの持ってたんですか。知らなかったですよ。お父様は昔西部劇にどっぷり使ってたことがあってね。あの世代はこういうライフル銃が大好きなのよ。結構年季の入った銃のようですね。でもこんな短い仕様のは初めて見ました。ああ、思い出したわ、その銃。懐かしいな。昔好きやった映画のガンマンが派手にぶっ放しとったやつだわ。お父さんも渋いな。親方様がだいぶ昔にアメリカより特別にお取り寄せになられたもの。ご覧の通り実銃ですので、どうかこの件はご内密にお願いいたします。手に入れられたばかりの頃は大層気に入られておりまして、撃つより薬莢を出す動作が面白いらしくて、裏の森でいろいろとカッコつけて遊んでおられたもんですよ。しぶっそうね。そんなものまで持ち出しちゃうのかしら。万が一に備えてです。賊はおそらく一人ではないでしょう。しかも主人たちを6人も殺した恐ろしい相手です。私には主人に代わって皆さんを明日まで守る義務がありますので。屋敷内の戸締まりは厳重に確認してきました。ですが万が一ということもあります。みんななるべくここに一緒にいた方がいいでしょう。そうね、ここに全員が集まって相互監視をしている方が安心だわ。それはどういう意味ですか、エヴァさん。別に夏日姉さんの意見に賛成しただけよ。